って。あんたたち誤解してるよ。黙れ瀬戸、黒魔で嫌だ。え、とぼけるな瀬戸。集中していく。センターだ。落ち着いていけ。任せよ仲間だ。続けていくぞ。遠慮はいらずに。正しくは今のうちだよ。急ぎやる。つないでいくぞ。こんな俺が倒し仕上げだ。いくでいいよ。セトメ。オイラはセトじゃない、ナナキだ。ねえ、ちゃんと聞かせてよセト。オイラの父と。お前は。そうか、瀬戸ではなく。瀬戸はあの日一人であの洞窟へとやってきた。攻め入る我らを説得しようとな。奴とまみえたのはそれが初めてであったが、見事なたてがみを持つ美しい獣であった。我らは瀬戸の勇気と誠意を認め、我らの悲願を託すことにしたのだ。我らの願いは黒マテリアを取り戻し消えることだが、それを告げた途端、瀬戸は手のひらを返した。瀬戸の裏切りに、我らは嘆き悲しみ、怒りをたぎらせた。あれこれ我らの矢をその身に受けながら、瀬戸は我らに言い放った。話であれ、いつでも聞こう。矢を痛くばいくらでも受けよう。だが決して谷に攻め入らせはせぬと。生徒の決意は揺るがなかった。毒が全身に回り、体が石になり果ててもなお堅くなに我らの猛攻を阻み続けた。やがて我らは絶望に力尽き、再び暗き地の底に沈み、淀んだ。消えることも叶わず、去りとて慰められることもなく。ねえ、父が、瀬戸ができなかったこと、オイラに引き継がせ、議員ナタタ君にも頼まれたんだ。黒マテリアを取り戻してほしいって。オイラ、貴族のみんなが安らかに眠れる方法を探す。だからそれまで洞窟で待っててほしいんだ。そのことは嘘ではあるまいな。少し時間はかかるかもしれないけどね。ついに、ついに約束たがえるでないぞ。いいのか、連中は忘れないぞ。父は分かってたんだ、星に帰れない義足の苦しみも。だから自分の体が黒マテリアは体でも絶対に誰にも。その代わりオイラはこの旅で世界のいろんなものを見て。ほうほうほう、それでこそ他人。ちっちゃ
願う力は人を強く。七木よ、今のその気さすればおのずと答えは無事。